編集長の原口と NRO 副編集長ジョーヤマがお送りします。はい、この番組はエンタメ中心の男性向け映画媒体映画野郎の YouTube 版としてお送りしております。ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで原口さん、はい、今回の企画は何でしょうか。はい、今回もまあおなじみの映画ランキング企画なんですが、はい、今回はですね、ちょっと前置きとして先月の11月の19日だったかな、19日に、はい、ドリアの歌ファイナルというですね、生田斗真主演の、うん、コメディ映画があったと思うんですけども、うん、まあそれにちなんでというか、それを、見た時にですね、あ、これ潜入捜査官映画だなっていうのがあって、うんうん、モグラっていうぐらいですからね。モグラっていうぐらいだから、うん、で、あ、そういえば潜入捜査ものの映画って名作いっぱいあるなと思ってですね、うんうん、それに連想してということで、はい、潜入捜査ものの映画のベスト3はどうなのと思って、今回潜入捜査ものベスト3ということで企画しました。あ、これいいなと思ったのは、もう潜入捜査ってなるともう基本男の映画ってなるじゃないですか、うん、あ、だからこれはもう内向けですよ。もう設定自体がもう面白くならざるを得ないっていうか、うん、やっぱり身分を隠して、うん、マフィアとかヤクザのこう組織に潜入してバレるかバレないかみたいな推理とかね、うん、そうですね、っていうところもあるし、で向こうの悪、まあ元々の警官でも悪に染まって向こうと仲良くなっていくうちにちょっと感情移入しちゃうみたいなドラマがあるとかね、まあいろいろそういう基本があるかと思うんですけども、うん、面白い映画があるなということでちょっとここで総括してみるのもいいかなと思います。なるほど、はい、ありそうでなかったですよね。ありそうでなかった、はい、でもやっぱりあ、これ見てる人でも、あ、あれ出てくるかな、これ出てくるかなってちょっと想像するところもあるかと思うんですけども、まあ、そこはね意外とベタできてるかもしれないし、じゃないのもね、あるかもしれないですね。かもしれないですね。そのあたりを。そのあたりで、まあ、皆さん、また、いつもの通り、お互い、はい、あの示し合わせておりませんので、同じ作品が変わってるかもしれないので、それはまた、うまく喋っていきましょうということですね。はい。はい、行きましょうか、早速。じゃあ、潜入捜査映画の第3位は、これだ、ま、えい。えい。危ない。ここはですね、あのモグラの歌潜入捜査官レイジというですね、ああ早速シリーズで、モグラの歌シリーズの、まあ、最初ですね。あ、なるほど、うん、あの一作目、これ2014年かなってんだけど、これね、実はじゃあ僕からいきましょう。あ、その方がいいですね。まあ、僕は、あ、まあいいよ、あとでやりましょう。まあ、これね、これ実はね、ちょっとバカにしててっていうのもなんですけども、うん、もう最近まで実はこう、まあ見てなかったっていうか、公開当時見てなくて、なんでだ、僕も見てなかったんですよ、ね。で、今回やっぱファイナルっていうことで、ちょっと配信とか、まあ、テレビでやってたっていうのもちょっとあったりしたんで、ちょっと改めて見てみたら、これがまあ面白くてですね、うん、まあ、ごめん、あの今まで見てなくてごめんなさいみたいな感じだったんですよね。うん、一応漫画原作なんですね、これ、うん、で多分ね、こう、まあ、原作がやっぱりしっかりしてるっていうのもあるだろうし、うん、監督は三池崇史なんですけど、あ、まあ、それはね、あの三池崇史監督の力もまあまああるとは思うんですけど、うん、脚本の工藤官九郎の、あ、工藤官の脚本なんですね、工藤官の脚本そうだったシリーズずっとその、まあ、全部三池崇史監督主演生田斗真っていうのずっとシリーズそうなんですけど、工藤官の脚本の面白さっていうのも結構でかいなっていうところはあるかな。ちょっと逆に僕ちょっと見てないんで聞きたいんですけど、工藤官ならでは、あと三池監督ならではのギャグとかっていうのは、いや、ギャグは多分あの工藤官はやっぱりちょっと仕込んだところとかが大きいと思うんだけど、ほらやっぱりもともとこのヤクザの歌ってヤクザの組織に潜入していく、まあ、警官の、まあ、菊川玲二っていう、まあ、ボンクラの巡査がいるんだけど、それがヤクザに潜入していくんですけど、やっぱりヤクザ映画っていうところの、っていうところで、まあ、三池崇史って結構もともとそういう人気をまとってたみたいな、あ、そうですよね、この描き方の、なんつうの、怖さとかバイオレンスの演出とか、そっちの方はやっぱりしっかりしてるっていうのは、あ、それってあれですよね、うん、V シネ時代の三池さんの、うん、っていうの、あの、なんですか、あの殺し合い位とかさ、うん、そうそうそう、その辺のね、そういうね、ちょっとそのギラリとした、うん、なんとヤクザ組織の怖さみたいなところを描くところはやっぱり、三池崇史らしいところもあるし、それになんと不謹慎な、うん、ギャグを突っ込む工藤官の脚本がなんかうまくマッチしてるというかね、
ほどなんかブラックジョークというか、まあ、ブラックコメディ的な笑いの作り方とかすっごく面白くて、結構、ま、毎回シリーズでね、この、生田斗真が全裸になるっていうのがお約束だったりするんだけど、まあ全裸で体張ってちょっと笑いを取りに行くっていうところの思い切りの良さ、うん、あとね、ラクザラのボスっていうか、潜入捜査で一番そのトムになるその上方が堤真一がやってるんですけど、その堤真一と、生田斗真がこう仲良くなっていくこの友情というかバディ感というか、ね、うん、そういうところもすごくうまくドラマ作ってたりとかね、結構ね、本当見どころたっぷりでですね、あすごい面白かったんですよ、なるほどね、うん、でちょっと長くなるけど、結構潜入捜査ものとしての基本もちゃんと押さえてるっていう、うんうん、ちゃんと、まあ、日本で実は潜入捜査をやるのは違法だからっていうんで、ちゃんと表向きは警察やめたことにしようっていうところから始まるとか、あ、そうなんですね、うん、すごい基本に忠実だったりしてですね、結構すごい、出来がすごいいいなと思いましたね、はい、はい、ちょっと長くなりました、ね、はい、僕はね、これ日程っていうね、韓国映画、韓国映画、そう、韓国映画で、しかもね、一緒に見たんですよね、日程の確かね、でそれであのクロスレビュー、あの映画野郎のクロスレビュートークで、うん、もう取り上げた映画で、うん、あのソン・ガンホがね、主演で、でそのソン・ガンホがいわゆる、あ、まずね、これ韓国の日本、韓国が日本に占領されてた頃の、ね、話で、はいはいはい、でそのソン・ガンホはじゃあその韓国レジスタンスじゃなくて、うん、日本軍がいるなんか人 でその日本軍からその韓国のレジスタンスの方に、うん、このソン・ガンホを送ってね、バチバチやっていくと、面白かったね、うん、でソン・ガンホもね、ちゃんとたどたどしいっていう日本語をちゃんと使ってて、うん、であの結構ね、こう中盤とかでこう列車を使ってその列車内でこう行き来しながらこうハラハラドキドキね、でこう今のソウル市の、まあ、昔の、ね、名前ちょっと忘れましたけど、そこでのまたねこう日本軍との攻防があったり、ああそっかそっか、ちょっとこれ忘れてました、ね、忘れてましたか、ニューヨークで、そうそうそう、確かにこれ、レベル高いの、確かに、うん、そうなんですよ、だからこれ作った監督があれさ、グッドバッドウィアードの監督じゃなかったんですかね、確か、あ、そうです、そうなんですよ、あ、ごめんなさい、ちょっと私もね、しあとでここに乗りますから乗るか、ね、大丈夫ですけど、まあ、データがちょっとかなりね、しっかりした作りだったので、うん、で、よく考えたら、あ、これもある意味潜入捜査じゃんと思って、そういうスパイ、まあ、どっちかというとスパイ感が強いんですけど、スパイ感に近いかな、はい、だから僕はちょっとギリの線で、今回ちょっとこれを潜入捜査として入れました。はい、そうですか。はい、わかりました。そっか、そうでありますね。ということで、うん、2位いきましょうか。2位。今1位知ってた。行きましょう。2位。お互いの2位は何でしょうか。はい。はい、じゃじゃこれだ。ウェイ。これも被らない多分。レザーバーボックス。あ、来ましたね。タランティーノ。僕はブラッククランズマンですよ。確かに。それはね、それも頭にあった。頭にあった、これも。うん。あ、で、まず、レザーバー。僕もこれ頭にあった。頭にあるでしょ。これはね、まあでも、潜入捜査ものっていうと若干ちょっと違うところはあるんだけども、まあ実際あの、ギャングたちが何人か集まって、宝石店強盗を、するっていう、ある意味ケーパーものみたいな入りなんだけども、うん、そういう映画では実はなくてっていうところの、まあ皆さんご存知のみんなが大好きなクエンティン・タランティーノ監督の、まあ、長編デビュー作なんですけども、うん、まあ、面白いですよね、これね。いや、これはね、十分、あの、まあ、潜入捜査っていうとあれなんだけども、まあでも、こう、いきなりこの、ギャングたちの、襲撃計画が失敗するっていうところから始まって、時間軸のいじりのね、うん、なんか衝撃が、うん、強い映画でしたからね。いきなり、あ、そうなんだっけ、強盗するのかなと思ったら、うん、いきなりそのシーンがなく、いきなりなんか、ティムロスが腹を打たれてこう、まあ、みんなが集まる集合場所の倉庫の中で繰り広げられるのだろう、うん、男同士の、こういがみ合いの面白さっていうんですかね、うん、その中で、結局この計画が失敗したのがこのメンバーの中に警察の犬がいるからだっていうところ、そこからドックスだね、うん、じゃあその、まあ、潜入捜査官がこの中にいるっていうことになるわけで、まあ、一応潜入捜査者として入れていいんじゃないかなっていうところですよね、うん、でやっぱりお互い疑心暗鬼になって お互い銃突きつけ合うそこのスリルだよね、やっぱりね、そのタランティーノはさ、こう密室劇とか得意だよね、うん、ある意味舞台劇にしてもいいんじゃないかぐらいの
話って結構あると思うんですよね。あのヘイトフルエイドっていうのあじゃあそれ言おうと思って作品だったりするんですけども、うんうん、まあそういう具体的っぽい、話しながらやっぱり、うん、タランティーノといえばやっぱりセリフの応酬というか会話劇の面白さっていうところもあるし、うん、最初みんなで集まった時にさ、なんかいきなりマドンナの曲のこれの解釈がどのモードみたいなのが始まってさ、ね、その会話劇はね、そのダラダラ感の面白さっていうね、そう別にそれ、メインストーリーに別に関係あるってわけじゃないんだけども、うん、でも面白い、やっぱりそれがそれぞれのキャラクターを浮かび上がらせる道具だったりもして、うん、あれさ、ちょっと僕ピン、間違ってたらあれですけど、うん、タランティーノも出てるよね。出てる出てる。そうそうそう。ちゃんと役者として。役者としても、まあ、タランティーノって結構他の監督の映画にも役者として出てたりするんで、うん、やっぱりティーノさんだからやっぱり自分も出て、ちょっと、一番手持ちで、ね、あの制作費ちょっと浮かせようとしたのかなとかそういうのもあるんですけども、うん、まあ結構ね、これ、まあ、当時のミニシアター系であまり、見てる人も少ない。あ、そうですか。あ、そう、え、そうか、そうなんだ。ミニシアター系だよね、これ、ね、確か。でもですよ、うん、でもあのタランティーノを持ってけば絶対ぶち当たる映画じゃないですか。うん、でやっぱりこれから、ここから始まったっていうことを考えると、うん、やっぱり、いや、考えませんでしょ、忘れないですよね。もう見どころたっぷりですね。まあ、ちょっと話長くなっちゃうんですけど、もう見てない人は見てください。でも僕は割と最近の映画ですけど、ブラッククラウンズマンですよ、ね。スパイク・リーの。もうスパイク・リーのこれはもう何かしらのその黒人差別のものを入れてきて、うん、それをね、うまく使って、要はね、その KKK ってね、うん、大昔からある、うん、その白人至上主義のところに、うん、あの、潜入捜査をさせるっていう。潜入捜査のことで、ね。そう。確かに。ね、それをこう、あれ、アダムドライバーだったかな、確かにね、出して、で、そっからこう、うまくね、こう、すっぱ抜くみたいな感じのやつだったんだけど、うん、まあね、やっぱり、あの、これね、もうちょっとね、その1970年代の、その黒人映画の面白さも、こう、バリモンとかね、うん、そういうものをまた、浮かび上がらせる映画でもありましたし、うん、で、あと、当時の最後の方の、その、これはまあ別にネタバレではなくて、こういう、まあ最後の方、劇映画とはまた別に実際のドキュメンタリーっぽいその映像を使ってそのトランプ批判をやってたんですよね。そういう持ってき方で、だから社会派的にもやっぱりなかなかね、来る。この白人の誰か経験系のところに行くっていうのがね、なかなかないんじゃないかなって。なかなか刺激的なね、話でしたよね。ですね。ということで、まあちょっと、1位が多分ね、長くなる可能性があるので、けどもさ多分ね、ということで、さあ、1位は何でしょうか。同じじゃねえかなと思うんで、これ。なんとなく予感しますよ。予感する。さあ、どうなんでしょうか。はい、じゃあ、せーの。はい、ほら、そうだ。ディパーテッドですね。いや、外せないでしょ。これ外せないです。いや、もう多分みんなそうだろうなって思ってるぞって。思ってると思うんですけど。でもさ、でもですよ。うんディパーテッドって、元がインファナルアウェイで、っていう、まあ、香港映画もあるし、三部作があったんですよ。で、その後、日本版のダブルフェイスもあるのに、うん、なぜか我々はディパーテッド。いや、やっぱりディパーテッド見ちゃったら、もうこれでしょうっていう風になりますよね。いや、だって豪華すぎるもん。だって、ね、レオナルド・ディカプリオに、ね、あの、マット・デーモンね。そう。で、あと、ジャック・コルソンですよ。あと、マーク・ウォルバーグね。そうそうそう。そうね、この、そうね、豪華キャストがね、うん、いいんですよね。特にやっぱジャック・ニコルソンのね、このやりたい放題な感じの演技とかも最高だったりとかね。もうね、これね、細かいね、うん、一つだけ細かいね、そのネタを言うと、うん、あの、要はさ、ほら、ジャック・ニコルソンがヤクザの、あのマフィアのボス で、それをさ、あの、ディカプリオがこう、確か刑務所から出てきて、迎えに行くシーンがあるんですよ。その時に、ノーマーペンソー、ノーマーなんとかって言うんですよ。あれはね、アイスクーパーのスクール、あの、曲の一節なんですよ。ああ、そうなんです。実は。うん、とかね。やっぱセリフの面白いところいっぱいあってさ、結構語りどころあるんで。僕がね、じゃあ、すごい印象的だったのがさ、あの、デカプリオがバーでさ、はい、あの、クランベリージュースを頼むじゃない、はい、その時に横に座ってるやつが、お前、クランベリージュースなんか女がどう思うんだって言って、あお前、生理中かって聞いて、それに切れてバーンってこう、ハイサラで殴って怪我させるみたいな。これクランベリージュースで生理中かって聞くのかね。それがすげえツボなの、うん、いやそれはやっぱりインファナルアーテラにはなかったし何よりもやっぱりね僕驚いたのはラスト解体じゃないですかそれだけそこまでしか言えないけど
あれはちょっとね、僕はそう来るかっていうところですごい印象残ってるんですよね。人の死に方のこう無慈悲さというか、ね、すごい愚かなこう人たちのなんかこう末路みたいなことのところのなんつうの、まあ、最後見終わって決してスカッとする映画ではないんだけども。あ、そうっすか。あれがとする、あ、まあ、あれが俺、あれ、うん、あれがね、うん、え、そう来るかっていうのとスカッと来る、スカッとの意味がまあちょっと違う、違う、違うとは思うけど、だから誰かが勝利してやったとかそういうことじゃないんだよね。うん、そうだからね、巨匠のね、そのマーティン・スコセッシ監督の力量ですよね。これで、ね、オスカー取ってるんですよね、うん、まあ、あの作品もオスカーの作品賞を取ってるっていうのもあるし、だからそういう賞、レースでもちゃんと評価されたっていうことも考えると、やっぱりちょっと1位外せないなっていうね。まあ潜入捜査というのはもうこれでしょっていう、で潜入捜査のもう基本的なところ全部押さえてるしね、これね。まあ、基本的、まあそこは外さないというね、うん、この R15 の描写がちゃんとある、うん、人がバンバン、死ぬみたいな映画でアカデミー賞を取ったっていうところのやっぱ痛快さっていうのもあるよね、うん、いやこれは本当にね、まあ、見てない人いないとは思うんだけど、もし見てない人がいたらね、もうすぐ見てほしい、ね、それはね、あの韓国版のインファナルアフレとセットで見た方が見てもいいんじゃないかな、うん、ちょっと好みあるかなっていうところもあるけどね、うん、まあ、確かにまあこれリメイクではあって、やっぱりその元のインファナルアフレがあっての作品ではあるんだけども、うん、いや、 やっぱりこれでアメリカに置き換えたところでよりなんかこう迫力が増したっていうところはありますよね、うん、こうやってね、まあ、ちょっと見てみると、うん、結構僕の日程以外は結構みんな名称ですよね。名称なんか、ね、タランティーノとかさ、スカイプリーとか、うん、それともちょっと意識したところあるけど、やっぱね、デパーテントで1位選んでくると思ったやっぱり。いや、そうですよね。というかね、これ、まあ、映画野郎見てる人とか、やっぱり野郎映画好きで、デパーテント見てない人がいたら、僕に出会えぐらいな話とあ、でもね、僕ね、これライン、あの原口さんと LINE してて、じゃあこれやろうよって言った時に、うん、もうすぐ書きましたって言った時点で、絶対来るなと思ったりして、俺も来るなと。もうディパーテントは来るなと思いました。ただね、一つだけこれはね、まあ、じゃないのを言えたかったけど、実は、あの、潜入捜査じゃなかったやつがあって、僕、本当はね、セルピコ入れたかったんだよね。ああ、俺見てないですよ。いや、セルピコは、あの、潜入捜査じゃなくて、その、内部調査あるよね。麻薬、あの、警察内部でその麻薬汚染があって、それの調査をやるっていうんだけど、それは潜入捜査じゃなくて、内部調査じゃんってことで潜入である。俺もちょっとね、ここで迷ったやつが、まあ、うん、ここにもいくつかあって、うん、あのフェイスオフっていう映画あったじゃない。フェイスオフ入れるかと思ったもん。あれはね、ちょっと さらに入れようと迷ったけど、うん、まあ一応今回、モグラの歌の新作に引っ掛けたっていうのがあるんで、いや、フェイスオフも傑作、大傑作ですよ。俺、原口さんのフェイスオフ絶対入れるかと思った。うん、まあ、ジョン・ウーの修正作品ですよね。まあ、いろいろ潜入捜査の名作いっぱいありますけども、はい、あ、もう一つあるじゃん。もう一つ、うん、マスカレードライト。あ、あれあれはでもやっぱでもやっぱ入れないよね。なんか。あ、まああれ面白いマスカレードライトも確かに。ホテル潜入捜査じゃん。あの木村拓哉がね、ホテルマンになるっていうね。そう。あれも面白いけども、なんか入れなかった。あ、日本映画だったらやっぱ僕らの歌の方がちゃんとした潜入捜査なので。こっち優先かな。そっか、あれだと、うん、キムタクと長澤まさみの映画になっちゃうけど、うん、まあ、どっちかって。どっちかっていうと、ちょっと潜入捜査感がちょっと薄くなるかな、うん、確かにね。あれはあれで面白いんで、うん、おすすめだと思いますが、はい、とりあえず、原口とハードベスト3はこんな感じになりましたということで、はい、いかがだったでしょうか。はい、潜入捜査映画のベスト3でした。はい、ということで、今回は以上、映画野郎チャンネルの高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。